で聞かないと、ブンブンですよ。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。ラブライブサンシャイン、アクア、黒沢ルビー役の振畑愛です。黒沢ダイヤ役、小宮ありさです。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、浅香かりん役、久保田美優です。宮田依頼役、内田修です。それではここからはアクア、虹ちゃん、リエラちゃんの3校合同コーナーをお届けします。イエイ。ということで改めまして、じゃあリエラちゃんのお二人にもご参加していただきましょう。はい、ラブライブスーパースターリエラ、タンクグ役リユーです。桜小路きなこ役、鈴原のぞみです。それでは早速こちらのコーナーをお届けしてまいりましょう。スクールあるある。はい、皆さんから送ってきていただいたスクールアイドルが思わずあるあると言いたくなるような学校あるあるを紹介するコーナーです。6人であるあるか別にの札をそれぞれで判定していただいてあげていただこうと思います。はい、6人中4人以上があるあると判定した場合は、その学校あるある、スクールアイドル的学校あるあるに認定されます。なんですけど、まあ、本当にしゅうちゃんしかりりーちゃんしかり、本当グローバルな点からね、出していくわけなので、ね、異文化交流していこうじゃないかと思っております。ではでは、皆さんから届いた学校あるあるをじゃあご紹介しましょう。ありちゃん、お願いします。はい、ラジオネームアシットさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。番号で回答するテストの時、同じ番号が続くと不安になるですね。なるほど。はい、こちら勉強してちゃんと合ってるはずなのに、あれ？どこか間違ってるんじゃって真剣に考えて時間を浪費したことがあります。あ、なるほどね。なるほどね。テストの時ね。はい、ありましたね。番号で回答するやつとか、そうそう、マークシートみたいな、確かに、リズム詞のやつとか、いろいろありますね。ではでは、それでは判定をして参りたいと思います。はい、決まりましたかね。はい、決まりました。じゃあせーので上げていただきます。そして声を出しながらお願いします。はい、せーの。あるある。全員揃ったので、揃ってますね。スクールアイドルあるある認定。これさ、同じ番号が続くときもあるしさ、そういうマークシートみたいなときだと、はい、1個ずれたら全部そうだよね。そういう不安もあるあるだよね。あるある。1個ずれなんてもう恐怖しかないね。たまにでもあるよね。やったことあります。ないんですか。いや、あの気づく、途中で、ね、テスト中に気づく。いや、なんかめっちゃ重要なテストでやったことがある。血の気が引きながらめちゃめちゃ消しゴム、よかった。最後のチェック大事だよね、最後のね。ということでございました。じゃあこんな感じでどんどん決めていこうじゃないかと思います。はい、続きましてがラジオネームリトルデーモン2期生さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。授業の時間になっても担当の先生が来ないとき、呼びに行く派と呼ばなくていい派の謎の争いが起きるです。こちらを皆さん回答していただこうかなと思います。はい、いきますよ。せーの。別に。ということで、あるあるがみゆたんとのんちゃん、はい、それ以外は皆さん別にということでした。これはせっかくだからなんでかね、聞いてみようかな。あるあるですよ。本当、呼びに行こうっていう優等生と、はい、いいよいいよっていう、ちょっと不良な、どっちだったの、どっちで。私はそれを見てる側です。どっちでもないぞと、どっちでもいいよって思いながら見てる側でした。本当、ないんですか。ないんだ。のんちゃん、私も結構呼びに行く派と呼ばなくていい派で分かれてて、うん、私はちょっと呼びに行った方がいいんじゃないかと思いつつ、静かにしてました。静かにないんですかね。ないの。記憶もあまりないんだけど、もう正直あれ、まあまあまあ、だけどなんか私が行ってたとこは、普通に高校とかは、なんかみんな普通におとなしく、なんか来ないね、みたいな。そのうち来んじゃないみたいな。うちもそんな感じ。呼びに行こうや、みたいなのがないって。来ないね、で終わり。15分とか経って来なかったら、
本当に来ないねみたいな、ありがたいと思うけど。そうそう先生が来ないねってことがなかった。そうそうそう私に。え、しゅうちゃんたちは、うん、え、なんかもう呼ばなくていいかな。あ、潔い、潔い。みんなそう思って。あ、そうなんだ。あえて呼ばず。あえて呼ばず。一致団結ね。そう、一致団結して。え、りーちゃんは？え、なんか別れないですよ。なんか普通呼びに行きたい人あるけど、うん、なんか呼ばなくていい派はない。うん、そうそうそう。あ、逆に、逆に呼ぼう。そう、なんか。呼ばなきゃだめだ。いや、なんか、静かに待っていて、なんか、呼びに行きたい人があったら、呼んでいいよ、みたいな。自由ね。自由な感じなんだ。待ってました。論争がないっていう。ということで、ならずでございました。え、4人以上だからなったんじゃないの？あれ？いや、多分、あるあるが4人以上だからだから。別に、別にだと別にだから。そうなの、ならずで。ないないになっちゃった。ないないですか。続いて、みゆちゃんいきますか。はい、読ませていただきますね。ラジオネーム、フォーチュンセブンさんからいただきました。ありがとうございます。あ、これ、中学が鹿児島の学校だった自分のスクールあるあるです。宮崎出身ののんちゃんにはあるあると共感してもらえるかもってめっちゃ教えておりますが、はい、黒板消しのことを、ラーフルと呼ぶ。え、何それ。いや、書いたんですもん、私。私が間違えたみたいな空気出しましたけど。すでにちょっと不安です。違う。なんか他の地域では呼ばないことを知ってカルチャーショックを受けました。どうやら南九州ではこの呼び方が普通のようです。じゃあもう、別に。一応答えて、一応答え分かんない。わかんない。南九州以外も呼ぶ可能性もなきにしもあらずなんで、発見があるかも。発見があるかも。やってみましょうか。せーの。別に。あれ？あれ？なんちゃんいや。え？何を言ってるんですか？ならずだったんですけど、まあ、メールいただいているように宮崎出身ののんちゃんも別にが出てしまいました。わかんない。ポーチのせんべいさんの年齢もわかんないかね。あ世代でも確かに。世代もあるかもしれないよ。のんちゃん Z 世代だからな。今は呼ばないとかそういう昔世代とかなんかそういうのあるかもしれないですね。地方あるあるある他。てかそもそも黒板消しのことみんな普通に黒板消しって言ってたかな。なんかそういう風に呼ぶとかなかったか。私栃木なんだけど、うん、前の黒板と、うん、後ろの黒板ってあるじゃん、うん、じゃなくて裏の黒板っていうの。裏の黒板、後ろのことを裏っていうの。でも栃木だからだと思う。方言ってこと。そうそうそう、多分方言。後ろのこと裏っていう、裏の黒板。あった、そういうの。面白い。そもそも後ろに黒板なんてなかった。前しかなくて、黒板か、あの、ホワイトボードみたいなものしかなかったです。ホワイトボード。ホワイトボードか。おしゃれ。おしゃれ。確かに、確かに。りーちゃんとこってどう言ってるの？あんまり変わってない。なるよね。ちゃんと後ろも黒板あります。意外とそんなに違いがあるわけじゃないですね。面白いね。面白いということでした。はい、続いてしゅうちゃん参りますか。はい、ラジオネーム俺は悪くねーさんからいただきました。ありがとうございます。僕が思うスクールあるあるです。授業中教科書やノートの角に絵を描いてパラパラ漫画を作ってしまう。ハードル高いな。すごいな。なぜかパラパラ漫画の時は棒人間を描きがちになっていました。皆さんはパラパラ漫画を描いたことはありますか、とのことです。これは自分が描いたことあるなしに関わらず、そういう人いたなで決めた方がいいのかな。多分そういうことですよね。あるあるだもんね。じゃあ行きますか。はい、せーの。あるあるあるあれ、こんな分かれることある？綺麗に。半分に？ねえ。ということで、認定ならず。でしたけども。あるあるじゃないの？あるあるだと思うんですけど、私も。みんな書いてた。オーストラリアだと教科書が貸し出しの教科書で。自分のじゃないんだ。自分のじゃなくて。結構分厚い教科書なんですけど、だから、その貸し出すときに自分の名前を書くんですよ。だから返却したときに、いろいろ書いてると、怒られちゃうから。ノートとかは？ノートでも。ない？ないですね。そうなんだ。すごい。うん。ハードル高いんですよ、これ。そうなの？これハードル高いんですよ。棒人間がそもそもみたいな？漫画がそもそも？いや、
なんか、あの、教科書でなんか書くのが絶対、うんうん、私もあるんですけど、うん、大好きなんですけど、うんうん、でもなかなかこのパラパラ漫画確かに、パラパラ漫画いかないかは、ね、そうか、絵までは書くけど、そっかそっか、作品としてね、まあ、確かに枚数多いかな。私も同じ感じで、うん、絵はみんなめっちゃ描いてたんですけど、うん、漫画にしてる子はいなかったなと思って、なんかクラスに一人ぐらいいるイメージ、対策めっちゃ対策がすごい、男子ね、男子、男子、男子、女子より男子、そうそうそう、中学校の時とかね、なんか絶対いた記憶、ね、確かに自分で描いたことないけど誰かいたなっていう、以外はある、すごい、え、フリはやってなかったの？描いてました。ごめんね、これじゃん、これフリだけは自分あるあるだろうな、なんかどんどんちっちゃくて、あ、やばい、みんなやんないんだ、やんないんだっていうのは。いやいや、すごい、すごい、ありがとうございました。ありがとうございます。どんどん行きましょう、はい、りーちゃん行こう、はい、続いてラジオネーム信州さんからいただきました、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。フリさんに、フリさんにだけでもいいので伝われ。はい、小中学校の掃除の時間は無言で静かに掃除をする。中野県の小中学校には、あの、無言清掃というルールがありました。なるほどね、はい、急にローカルチックな出身があるからね、無理だけど出身かと思ったじゃあせーので判定してまいりましょう、うん、はい、はい、せーの、あるある。あ、これはボーカルに関わらずなところ、田舎あるあるかもね、うん、かもしれない、うちも田舎のはずなのにそう、これ実際にラジオネームの信州さんの言ってる通り、長野ではこういうことがあった、本当に。だから例えばドラマとかで普通に掃除中にみんな喋ってるシーンとか見ると、うんうんうん、なんで喋ってんの怒られるよ。で、私は思いながら見てたんだけど、二人ともどうだったの？んちゃんとアリサ。私はね、私がやってたとこはね、なんかそういう、たまにそういう習慣、うん、なんかこう清掃習慣みたいな、うん、掃除を頑張りましょうって時だけはなんか確かそういうのがあった記憶が、静かに。でも普段は喋ってたかも、時たまって感じ。時たまな、のんちゃんは？いや、なんかこの無言清掃っていう字面だけ見たことあるなと思ってあげちゃいました。なんか結構有名な、まあ、新種では有名なものだったりもするんだよね。のんちゃん自身はお話しながら掃除してた？掃除の時間の記憶がないしてた、ちゃんと掃除してた、大丈夫だと思うんですけど、なんか椅子とか机とか運んでて、え、でもみんな静かだったから、もしかしたら無言清掃だったのかもしれないなって思って、うん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 、まあチャンバラとかやってたけどね、楽しそう、ほうきとかでね、楽しそうだけど、はい、ということでこちらもあるあるにならずでした、ね、今のところ一番目のね、あるあるが怖いね、見つかるといいけど、のんちゃん、はい、いけそうかな、はい、続いてラジオネーム佐藤武人さんからいただきました、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。英語の授業で出てきたインパクトの強いワードがしばらくクラスで大流行するです。リアリーとかパードゥーンとかめちゃくちゃ流行りましたあと盆踊りのことを説明する英文の中に出てきたボンダンスという言葉のインパクトが強すぎてクラスでボンダンスという言葉が大流行しましたといただきました、なんていいクラスなんだ、ね、あとどこで使うんでしょう、ボンダンスクラスの中でボンダンス、ね、体育の授業の時のボンダンスこれ皆さん判定していきますか、はい、いきますよ、はい、せーの、別にあれ、こちらも認定ならず。パワードゥーン入りません？本当なんかその教科書だから流行ってたわけじゃない気がする、シンプルに、おしゅうちゃんに限ってそもそも英語習わないでしょって、習わない。でもなんか映画の設定が、日本の設定の映画が流行ったんですよ、でその時はみんな上履きって言ってました。上履き何、口なじみがいいの、口なじみがいいのと、英語だとそういう発音がないから、みんな上履き上履きって言って、面白かった。日本語が流行るんだ、それも斬新な、面白いね、
リーちゃん別に。そう、別にでした。英語の授業だったら、うん、なんか、こんな。盛り上がらない。盛り上がらない。とにかく勉強しろよっていうね。そう、そこまで。はい。ということでございました。はい。はい。本当、ここまでやってきましたけど、もう最初の1個。最初の1個、そんな、なんだった？回答するテストの時に同じ番号が続くとか、ね、まあまあまあこれはやっぱ人生観的に人生観的にって感じですかね、うんうん、はい、ということで皆さんたくさんのメールおはがきありがとうございました。これからもスクールあるあるぜひ思いついたらどんどん送ってきてください。ゴールドゴールド君が聞いてくれないとブンブンしちゃうわよ。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。ラブライブサンシャイン、アクア、黒沢ルビー役の古畑愛です。黒沢ダイヤ役、小宮ありさです。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、坂上役、久保田美優です。宮テイラー役、内田修です。ラブライブスーパースターリエラ、短歌役、リユです。桜小路きぬこ役、鈴原のぞみです。ではでは、ここからはですね、皆さんから届いたメールとおはがきをご紹介していきましょう。うん、うん、はい、じゃあ私からいきます。ラジオネームロシクさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラブライブシリーズには各メンバーを象徴するアイコンがあると思いますが、うんうん、皆さんが自分のことを象徴するアイコンを作るとしたらどんなものをアイコンしたいですか？ちなみに僕はスノーボードが大好きなので、スノーボードの板にしたいです。いいね。なるほどね。それぞれメンバー可愛らしいアイコンがあるけど、はい、ありますね。それぞれまあ自分自身だったら何かみたいなね、迷っちゃうよ ね、 ね。でもこれリエラちゃんはなんかファンミの時にそれぞれちょっと決めたって、うん、そうなんですよ。決めました。その時はリーちゃんが白いハートで、私が鈴だったんですけど、なんか違う、なんか分かるかも。でも今だったら私はあの鼻息が荒い絵文字、わかりますか？わかるよ。わかるよ。結構あの、口癖が、ふんふんって結構言ってしまうので、なんか、あれかなと思って。相槌を打つときにってこと？そうなんです。相槌打つときに、ふんふんっていうのが、ファンの人にすごい癖だねって言われて、それからその絵文字を結構使うので。いいね。なんかでも、個性的でいいよね。確かに。そうですね。かなって思います。鈴からのふんふん。私はあの時白いハートしたんですけど、うん、ちょっと iPhone 更新して、うん、新しい文字が生まれました、うん、最近はちょっと泡みたいなやつを愛用しています、うんうん、あ、よく使ってるの、そう、うん、泡かわいい、泡、なんか薄い水色の、ちょっと透けてるやつ、うん、かわいい、うん、でも似合うね、そう、久々に感じます、いいよね、うん、ミュータンたちは？なんだろうね。私はでも飛行機かなって。あ、しゅうちゃんはそうね。そう好きだし、うん、あのオーストラリアから飛んできたし、うんうん、なんか飛行機と縁が深いので、うんうん、そう飛行機にしようかなって。素敵。めっちゃいいよね。ミュータンすごいお肉とキラキラ。そうそう、お肉とお肉が好きだから、お肉かなって言ったらキラキラつけようって。肉だけじゃなくて。もう苦し紛れの苦し紛れの個性をお肉を見てますよ的な。確かに美味しいお肉だよっていう主張で、キラキラをつけて英語だけよっていうのもキラキラの可愛いかもしれない。いいかも、いいよ。組み合わせて作るのもいいですよね。そうね、確かに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 、文字的なところで、うん、お二人はアリシャとフィリさんは、私はなんか自分の特徴だったら目かなって思うから、目のマークでもいいなと思ったし、あと前にいちごの宣伝大使みたいな、うん、昔やってたことがあって、だからいちごのマークとかでも、うん、まあ分かりやすいかなとは思う。目ん玉がいちごとかだったら、あ、目ん玉のすごい、なんかすごい、目ん玉がいちご、確かに、なんか、それは個性あるかも。すごい。でもなんか、ま、目もいいんだけど、うんうん、なんかアリサすっごいおしゃべりだから、あ、じゃあ口。わかりやすい。本当にね、おしゃべり。止まらないの。あのね、
本当に自分の周りのそのさ、スタッフさんとかにも、なんかもう今日もよく喋るねって。いや、なんなら今日のやつも、もう、ミュージアンたち来てた時にね、聞いて聞いて。早かった。捕まっちゃった、捕まっちゃった。いや、私だけ楽しくて申し訳ないんですけど。さすがだなって思ってた。お口かなって思って。確かにお口かもしれませんね。そういう意味ではあると思います。ね。かわいい。ふりは私、なんか名前が愛だから、まあ普通にハートでもいいのかなと思ったけど、なんかある。いや、私は、アクアの時のルビーちゃんとしての歌も好きなんだけど、うん、自分でさ、あの、歌う時ってさ、うん、結構シティポップとか、うん、そういう感じで、うん、なんか本人も音楽大好きで、うん、なんか私はレコードのバーとかでも、うん、それがいい、それがいいです。それがいいです。なんかオシャレかな。確かに。え、で、プラスハートつけたいんや。ありがとうございます。ありがとうございます。レコードのバーの中心にハートを置く。すごい。いいね。やっぱ中心に置きたいね。かわいい。出来上がりました。出来上がりました。いいですね。ちょっと誘ってやっと。なんて思いました。いいね。こういうのもね。いいね。楽しい。しまった。楽しい。ということで、大盛り上がりのメールでございました。ありがとうございます。皆さんたくさんのメールおはがきありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ここで、ラブライブシリーズからのお知らせです。はい。セブンイレブン店内のマルチコピー機で買えるラブライブシリーズスクールアイドルブロマイドの最新情報です。4月5日からリエラ2期生4人のブロマイドも販売されることとなりました。ねえ、これね。ね、うんうん、はい。そうなんだよ。そうなんです。ね、アクアと一緒。あ、そっか。そうなんです。そっか。写真も撮りました。ね、撮りましたね。きっとみんなも見ているでしょう。ぜひ皆さんゲットしちゃってください。うん、はい、はい。ということで、ぜひこの機会にスクールアイドルのブロマイドを手に入れてくださいね。そしてそして明日3月25日から東京ビッグサイトで開催されますアニメジャパン2023でラブライブシリーズのステージが開催されます。こちらはですね、25日16時15分から角川ブースにて現実のヨハネスペシャルステージを実施。リコ役相田理香子と私ダイヤ役小宮有沙が出演いたします。そして25日18時55分からレッドステージでラブライブシリーズ合同スペシャルステージを実施いたします。こちらはですね、現実のヨハネ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、蓮の空女学院スクールアイドルクラブのキャスト総勢12人でそれぞれのシリーズの最新情報をお届けします。はい、それ豪華限定会ですよ。虹ちゃんからもアグポンとひなきちゃんが来たりでした、はい、あともう初ハスの子たちがお初なんじゃない、ね、うん、なんだよね、うん、だったりもするんで、うわ、まあ、刻んだスケジュールであるんで皆さんぜひぜひチェックしてもらいたいなと思いつつ、バンダイナムコのブースも展示があるそうなので、ぜひ皆さん遊びに行っていただけたらなと思いますし、今回配信もあるそうなので、ぜひ参加してね、見届けていただければなと、最新情報が盛りだくさんですので、お願いいたします。皆さんのご参加お待ちしてます。完璧な告知でしたわ。その他の詳しい情報を知りたい方は、どこをチェックすればよろしいんですの？みんな、もうわかってるよね。みんなも一緒に、ハッシュタグ、ラブライブ ANN をつけて、つぶやいてね。それでは、行きますよ。その他の詳しい情報は、ラブライブ公式サイトを、チェックするみー。それではここでにじちゃん、リーラちゃんの皆さんとはお別れになります。最後にお一人ずつメッセージをリスナーの皆さんにお願いします。まずはじゃあにじちゃんからみゆたん。はーい、改めまして、あそこかに役の久保田みゆです。いや本当になんかこのオールナイトニッポンゴールド、もう何回も出演させていただいてるんですけど、出る時にやってやっぱキャスト、来てるキャストが違うからなんか新鮮味があって、面白いトークができるなって思いましたし、でもちょっとね、学校あるある一個しかできなかったのは悔しさがあるんで、ミュータンね、いつも番組で言うと悔しいって書いてくる。悔しい、なんかいつも心の中で悔しさを見出して書いてくるんですよ。私は悔しいって言って今度こそリベンジとかちょっと満足いつも言ってくれるから、満足できてないからいいんですけど、今度こそ満足がね、あれつつ、まあ虹ちゃんとしては一応ユニットライブが4ユニット全部終了したんですけれども、4月から虹旅ファンミーティングもありますし、これからもいろんな活動がございますので、ぜひぜひ引き続き虹ヶ崎応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。
続いてしゅうちゃん。はい、宮テイラ役の内田しゅうです。今日めちゃくちゃ楽しかったです。あ、よかった。でもなんか意外と日本の学校のあるある知らなくて、うんうん、なんかあこんなにも学校の文化っていうんですかね、違うんだと思ってびっくりしました。多分、ね、私あるある1個しか出してない。あ、そうそ そう、はい。そして、あの、虹ヶ崎学園としては、あの、虹をアニメーションとかもね、うん、ありますので、虹旅ファンミーティングも4月から始まりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、リエラちゃんからリーちゃん。はい、タンクク役はリーユーです、うん。あの、5ヶ月ぶりまた、ここに来ました、うん。本当に楽しかったです、うん。なかなか、あの、皆さんと一緒にゲームをやるとか、あんまりできないから、うん、あの、毎回来るたびになんか楽しいなって思いながら、はい、おしゃべりしました。そして、そして、リエラも、セカンドアルバム、あの、リリースされたということで、うん、皆さんぜひたくさん聞いてください、うん、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました、うん、で続きましてのんちゃん。はい、桜小路きなこ役の鈴原のぞみです。もう今日めちゃめちゃ楽しかったです、うん、なんかやっぱりどうしてもこう緊張してしまって毎回ガッチガチなんですけど、もう見えないな。いやマイペースに、いや、ね、もう緊張しないようになれたらいいなってもっともっと出たいなって思いました。よろしくお願いします。それでですね、あの現在 YouTube でリエラセカンドアルバムセカンドスパークルのミュージックビデオが公開されているので、うん、ぜひ見ていただきたいです。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ということで、虹ちゃんのお二人、リエちゃんのお二人、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて、ここで宮城の TBC 東北放送を聞きの方とお別れです。また次回4月にお会いしましょう。その他の地域の方はまだまだお付き合いよろしくお願いします。アクアからのお知らせです。まずは CD 情報です。4月17日月曜日にラブライブサンシャインサードソロコンサートアルバムザ・ストーリー・オブ・オーバー・ザ・レインボースターリング渡辺陽をリリースさせていただきます。こちらをセブンネットショッピングでご購入いただくと特典として 2L 版ブロマイドがついてきます。ぜひチェックしてくださいね。アクアの結成記念日となる6月30日にラブライブサンシャインアクアクラブ CD セット2023をリリースさせていただくことが決定しています、うん、アクア8周年プロジェクトテーマソング CD に加えて映像特典満載のクリアエディションもありますので、詳しくは公式サイトをチェックしてください。続きましてイベント情報です。5月28日から沼津を皮切りに大阪、東京の3カ所でラブライブサンシャインアクア浦の星女学院ラジオ GMA 出張放送局マブ卒大集合ラジオとライブでワイワイワイを開催させていただきます。チケット一般発売の一時抽選はあさって3月26日日曜日いっぱいまでとなっておりますので、ぜひチェックしてくださいね。以上、ラブライブサンシャインからのお知らせでした。それでは時間のある限りメールとおはがきをご紹介していきましょう。はい、こちらおはがきでいただいております、うん、ラジオネームしみたかさんです。ありがとうございます。ございます。ホワイトデーコンサート両日配信で参加しました。ありがとうございます。特に印象に残っているのは声出し可能なライブでは初披露だったルビーちゃんのコットンキャンディーエイエイオーです。 AAO のコールの一体感が画面越しにも伝わってきて大いに楽しめました、うんうん。次は絶対にチケットを手に入れて新しいソロ楽曲を現地で声を出して応援するという新しい夢ができました。この夢が叶えられるようにこれからもアクアを応援していきますということでいただきましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こっきゃん、なんかこうお姉ちゃんがいない中のこっちゃんだったわけ。そうだね。で、まあ、ベルーナ、サーニーステージで初披露したものが、うん、やっぱ、アリサと、うん、まあ、ルビーとダイヤの、まあ、あくまでこう、姉妹、黒沢姉妹のパフォーマンスだったんだけど、うんうんうん、今回は一人、ルビーも一人でっていうので、うん、ちょっとこう、お姉ちゃんの偉大さを感じつつ、こんなにいろいろやってたんだ。リハーサルの時がね、一人モノボケ状態でめちゃくちゃ面白かったんですよ、これが。嬉しい、そう。もうなんか、面白く楽しくっていうのがやっぱこの楽曲のいいところだし、で、やっぱ余すことなく小道具を使いたくって、最初やっぱ、トロッコでのパフォーマンスで、うん、まあ、正直そんな小物も使わなくてもいいよだったんだけど、うんうんうん、いやいややらしてください、シンバル使わせてください、ティンパニーやらしてくださいって感じで、いや素敵でした。これ一応私言っとくけど、あの、うん、本当に
今回に関してはリストラされておりますので、あの自分が間にあの着替えが間に合わないから出なかったわけじゃない、ね、今回はルビーちゃんのソロ曲として一人でやりますっていう元で、あの私は出なかっただけなので、ご辞退なっちゃったんですけど、辞退させていただいただけなので、また機会があったらいつでもね。だし これなんかやっぱりみんなでやるから楽しい楽曲だから、そうだね、本当9人ないし、もうなんかラブライブ全体で、うん、なんかいつかねってやりたいかなと思う。夢は広がります ね、はい、ということでした。ありがとうございま す。じゃあ続いてまたいきますよ、うん、はい、ラジオネームウエキングさんです。ありがとうございます。現実のヨハネのテレビアニメ第1弾予告 PV の発表おめでとうございます。これな、ありがとうございます。ライブ会場でアクアのみんなと一緒にこの発表を見られたことが何よりも嬉しかったです。この沼津の世界でもアクアの絆が確かにあることが感じられて感無量でした、うん、ありがとうございます。続きましてラジオネームエカテリーナさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。7月から放送開始予定の現実のヨハネ、うん、テレビアニメ第1弾予告 PV が公開されましたね、うん、おなじみの9人とどこか懐かしさを感じる音楽と、うん、見たことあるような風景にますます放送開始が待ち遠しくなりました。あと第1弾があるってことは第2弾もあるのかな、楽しみにしていますと言おうと思ったけど、うん、変に催促しているように思われても申し訳ないのでぐっとこらえておきますということで、言ってるやん、もう言ってるやん。でも私たちも知らないよね。そう、まあ、そういうこと、一応第1弾というふうには歌ってるんだけど、うん、まあまあ何よりも第1弾の告知 PV が出たっていう、それがもう嬉しいよね。ねえ、うん、いや本当にもう絵が綺麗で、綺麗、なんかまあ絶賛会場でも言ったけど、うん、アフレコしている最中ですよ、はい、頑張ってますなんて言ってたんだけど、うんうんうん、その時はまだ白黒状態の彼女たちだったね。このこんなにね綺麗にみんなそれぞれ描かれてなくて、本当にチカちゃんも丸にピヨンってアホ毛だけついてたりね、うん、そうそうそう、お団子だけついてたりだったりが、うん、こうしてカラフルな、ね、映像美で、まあ、どこ か懐かしくもある新しくもありっていうので、ね、まあ、あとはなんといってもやっぱタイトルの通りヨハネちゃんがね、主役でもうキャンもものすごく頑張っていて、うん、いつも応援してるよね私たちも、ね、本当にねぜひ皆さんも期待以上のものが待っておりますので、うん、ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。はい、はい、ということでございまして、うん、皆さんメールおはがき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、そろそろお別れの時間です。大丈夫ですか。そろそろお別れの時間です。ということで、最後にお聞きいただいている皆さんにメッセージをそれぞれじゃあ言おうかなと思います、うん、じゃあアリちゃんからお願いします。はい、ラブライブサンシャインアクア黒沢大役の小宮アリサです、うん、本日はこの間のホワイトデーコンサート終わってすぐ、うん、割とすぐの回に ね出演できて、感想も皆さんにお伝えできてすごく嬉しかったなと思うんですけど、うん、まあ、現実のヨハネもね、うん、始まりますし、私明日アニメジャパンにも相談させていただくので、 そちらでも皆さんとお会いできますし、あとは沼津ジモアイ祭り2023もございますし、ね、本当に私たちもまだ何やるかわからないんですけど、うん、昨年もねすごく楽しいな、そうだね、それぞれにね、お祭りになったので、またそういう感じで皆さんと楽しめるのではないかと思っておりますので、うん、引き続きアクアの応援も、そして現実のヨハネの応援もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。で続きまして、私ラブライブサンシャインアクア黒沢ルビー役の栗畑愛からもメッセージを届けさせてください、うん、まあなんといっても、クストラライブが終わりまして、皆さんの、ね、声出しがあったからこその熱量だったり、ラブライブサンシャインっていうものをすごく皆さんが愛してくださっているんだなってのを肌で感じた期間でありました。本当に感謝をまだまだ伝えたいなとも思いますし、うん、そういう場を私たちもどんどん作っていって、まあ、愛の交換みたいなものをどんどんこの先もできたらいいなと思いますし、あとはやっぱりなんといっても現実のヨハネをもっともっと盛り上げていこうじゃないかと思っておりますので、ぜひ皆さん、応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールドはここまでです。お相手はラブライブサンシャインアクア黒沢ルビー役の栗畑愛と黒沢ダイヤ役小宮アリサでした。